フルリンパで四角くなってしまう方、これの簡単な直し方をご紹介します。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこうクルリンパアレンジをした時に頭が四角くなってしまう方、結構ね、いらっしゃると思うんですけれども、これの簡単な直し方を今日はご紹介します。ね、結構一回やってしまったらこう外してもう一回結び直すって結構面倒だと思うので、この状態から簡単に形がいいような感じに今からやっていきますので、普段ねこういったアレンジでお困りの方、よかったら参考にしてみてください。それでは早速動画をどうぞ。じゃあ、クルリンパがこう失敗した状態ですね、この状態からスタートしていきます。でバランス的にここの四角くなってる部分、ここが広がってるのでここを押さえて、でこの部分もちょっとたるんでたりとかもするので、この部分も押さえていきます。一応これを毛先を半分に分けて、こっちを引っ張ったらね、こっちの部分がちょっとこじんまりしていきます。もうタイトになっていく。反対もね、こっちが引っ張ったらこっちがタイトになっていくっていう感じです。引っ張っていく位置がこの表面の部分、まずこっち側から行くと、この表面の部分の一番上ですね、の髪の毛を引っ張ると、ここがグッとタイトになります。こういう感じで。じゃあ次に、この部分、横ですね、の部分を引っ張ると、ここら辺の部分が少しタイトになります。で、引っ張るときになるべくね、このゴムの部分を持ってた方がいいので、こうすると、ちょっとわかりますか？タイトになっています。で、この下の部分ですね、内側の部分を引っ張ると、ちょっとここら辺が収まってきてるの分かりますかね。で、徐々にね、こういう風にして、こう鏡で見ながらバランスを整えていくと。なら、こうすると、さっきとね、全然違くないですか。こっちがちょっと膨らんでて、こっちが今タイトになりました。で、ちょっとだけこう凹凸が出たりとかもするので、少しねルーズ感も出ます。じゃあ次、反対も同様に表面はここがへこみます。で横の部分はこの辺の部分がへこんできます。ぐーっとで内側のね部分を引っ張るとこの辺が少しタイトになってきますっていう風にして、こう引っ張りながらバランスを整えていくっていう感じです。そうするとね、さっきよりもちょっとタイトな感じになってませんか。でなおかつね、こういう風にやっていくと少しね凹凸感も出てルーズになるので、まあもう少しねルーズ感が欲しい方に関しては、この引っ張った部分を少しだけ引き出してあげると形が綺麗になります。なので、まあ、毛先の部分を引っ張ると、この横の部分が収まるので、形が綺麗になりますよ、っていう感じです。はい、ということで、こんな感じでご紹介させていただきました。ね、やり方的には、毛先をこう引っ張っていって、バランスを整えるっていう感じです。おさらいで言うと、表面の部分は、この、一番上の部分ですね。で横の部分を引っ張るとこの辺りの部分がへこんできます。で一番内側の部分だとこのね一番サイドの部分がへこんでくるっていう感じです。それを徐々にこうね少しずつ引っ張ったりとかしてバランスを整えていくと。なのでまあクルリンパした後にまあこういう風な感じで調節してあげたら形って結構綺麗になってくると思うので、クルリンパアレンジでね頭が四角くなってしまう方、よかったらこの方法を試してみてください。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。